今日はレオくんの誕生日です。9歳になりました。お年ですねじゃあ今日はいつもと違うご飯買ってきたの。これなんか美味しそうに見えたんです。白猫ちゃんが可愛いね。いや君も可愛いよ。ジミハンさんのね。じゃあこれを食べましょうね。チッソの誕生日でごめんね。さあこれは初めてなんだよね。こんなのが入ってますしね。食べるかな。食べるのと食べないのがあるからご飯ですね。はい、じゃあこれを開けてみましょう。うん、食いつきが良さそうです。はい、ちょっと待って。はい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 。あ、そっちそっち。開いた。はい。はい。あら、美味しそうじゃない？なんか美味しそうなのが入ってるよ。ね。キミルキミルキミル、食べ始まってしまった。どうしてですかあれ、チャップちゃんが僕にはっていう顔してみてます。後でね。レオくんが誕生日だからさ、優先です。あげるよ。なんか僕のお皿ないなって今探したよね。チャピちゃん、姉ちゃんおめでとうってしてあげたら、あとで毛づくろしてあげなさいね。やだそういうの苦手。じゃあいっぱい食べたね。美味しかったね。わお、食べちゃった。え、まだ欲しいの？なんてことでしょうか。じゃあ、誕生日だからじゃあ、さくらあげるか。おお、こぼした。よっ。あららららららら、なんてことでしょう。ちょうど食べるのよ、いい大きさだね、これは。はい。ん？お腹いっぱいだった？もういいの？ごちそうさま。おめでとう。またね。それでは、誕生日プレゼントです。
いつも首輪のプレゼントなんだけどね、首輪はまだ新しいので、なんか面白いのを見つけていたよ。これ何でしょうか。太鼓じゃないよ。開けてみましょうか。よっ、うん、使ってくれるかな。さあ何でしょう。さあ何でしょう。あ、ゆうちゃん、ゆうちゃん、あれはちゃん見えなくてもいいの。はい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 、ゆうちゃん、アイスクリームじゃないよほら面白いでしょ。りょうちゃんこういう箱に入ると好きだから、これ爪研ぎの箱どうぞ入って。入れるかな。ありゃ興味なし？なんてことでしょうか。興味なしでした。後で入ってくれるかな。ありがとう、リオくん使ってくれた。かわいい。どう？急に入ったね。使い心地は？どれどれ？どれどれ？あら、かわいい。よかったね。どうですか？ここほら。爪をガシガシ、爪を研いでいいんだよね。え、これこうやって大丈夫だよ、やってもいいんだよ。念にしていいよ。あ、よかった、使ってくれて。蓋をしたら出ちゃうから。あれ、そんなに言ったら出ちゃいそう。いいんだよ、寝てて寝てて寝てて。じゃあね。